はい、皆様こんにちは、こんばんは、ふうです。本日は、購入品を紹介したいと思います。主にダイソー、セリア、あとスイマーで、お買い物したので、紹介したいと思います。まずはちょっともうミックスされちゃってるんですけど、マスキングテープ、セリアとダイソーで買ったものなんですが、こちら、前回の動画で紹介した、試作のお裾分けはファイルで結構使いました。まあ、ベーシックのものが最近なくて、結構絵柄がついちゃってるものが多かったので、ちょっと今回はシンプルなものを買ってみました。あとでマスキング、また雑貨屋さんとかでね、ちょっと購入したいなっていうのがあるので。で、次がこちら。ちょっとパッケージ今も使ってるのでちょっとないんですけど、回して使えるホチキス、これずっと欲しくて、仕事柄私結構こういうホチキスとか事務用品結構使うので、すごくね便利だなと思ってずっと欲しかったんですけど、なかなか、買いに行っても忘れちゃってたりとかして、やっと買いました。在庫ももう3つぐらいしかなくて、はい、買えてよかったです。そしてクリップ、メタリックのゼムクリップ、まあ、こちら仕事で使ったり、あとファイルで使ったりしたいと思って買いました。そしてマスキング、ごめんなさい、あと2本、細めのもの買いました。そしてこちらですね、アリエルのレターセット、すごく可愛くないですか。で、私が見たのが、あとシンデレラがあったんですけど、ちょっとお財布にあまり持ってかなかったもので、とりあえずちょっとアリエルを買ってみたんですけど、これって他の絵柄あるのかな、もしあるよっていう方知ってたら教えてください。で、以上が、ダイソーかな。で、そして続いてが、セリアに購入品になります。ちょっともうすでに使っているものとかもあるので、もしかしたらちょっと一部欠けてるかもしれないですが、まずこちら、デザインペーパー、ミッキー&ミニの、コミック柄ですね。はい、こちらを購入しました。そして、あ、これダイソーだ、ごめんなさい、ちょっと前後しちゃうんですけど、ダイソーの、ペーパーチェーン、これ輪っか作るのに使えるんですけど、まあ私の場合はまあ別途でちょっと使います。ごめんなさい、ちょっと順番が前後しましたが。で、続いてはこちら、パッケージ袋、さっき前回登場したクマちゃんのパッケージと、このユニコーンの柄とアリスの柄、そして小さいサイズのこのニコちゃんのやつを買いました。そして次が、ダブルガーゼ、はい、これあともう一種類、これか、この蝶々柄とリボンの柄を買ったんですけど、ちょっと逆なんですけど、買ったんですけど、ちょっと娘ちゃんの布マスクがサイズがちょっとちっちゃくなってて、ちょっとこれは急遽作ったので、ちょっと形も全然いびつなんですけど、ちょっとこういう感じでマスクを作りたくて、買いました。ちょうどね、ツイッターにはつぶやいたんですけども、娘がインフルエンザに今日なってしまいまして、ちょっと引きこもりなので、ちょっと大量生産しようかなと思います。お使い捨てのもなかなかサイズが合わなくて、なんか娘には合わないんだか、で、ちょっと作ろうと思って買いました。で、次がシール、こちらのちょっと赤ずきんのモチーフのシールと、このスケール感が結構私お気に入りなんですけど、あと吹き出しシールと、あとはこのチケットのモチーフのシールですね。こちら3種類買いました。で、こちらが毛糸ですね、ぷくぷくのモール、こちらを買いました。まずマスキングあった。ごめんなさい。マスキングがもう一個ありました。ドット柄のね。そして、こちら。マイメラちゃんのシンクマット。こちらを買いました。まあ、シンクに使ってもいいし、なんかちょっとベッドで使ってもいいかなと思っています。そして最後がこちら。A4 サイズのクラフト封筒ですね。こちらは、またファイルを作ったり、あとは、お取引のものを
発送したりするのに使いたくて、全部で10枚入っているのでとりあえず1つ買ってきました。そして最後が、スイマーさんで買ったやつです。まずはこちらの F 線、めっちゃ可愛いですよね。シンデレラ柄のとすごい迷ったんですけど、とりあえずちょっとこっちのクマちゃん買ってみました。まあ、内容としてはこんな感じ。ちょっとケーキとか私の好きなモチーフのものが結構入ってたのでこちらを購入しました。あとは結構レビューの高いこちら、ミニメッセージタグ、パンケーキ柄といちご柄を買ってきました。もっとちょっと欲しかったんですけど、ちょっとこちらも所持金の関係でちょっととりあえず2つに絞って買ってきました。これは結構仕分けファイルとか作ってる方のレビューも高くて、まあ、ちょっともともと気になってはいたので、まあ別途としても使えるし、まあ用途あるかなと思ったので買ってきました。ということで今回は、購入品が以上になります。ということで先ほども言ったんですけども、ちょっと娘が、インフルエンザになってしまって、とりあえず5日間は、隔離なので、とりあえず日曜日までちょっと引きこもりな感じになります。せっかく明日から、プリパラとかアイスタとかマジックキャッスルもうちょっと稼働日なので行きたかったんですけど、ちょっと厳しそうなので、ちょっとパパがお休みの時とかにちょっと息抜きで行ってこようかなと思います。ちょっと明日だけはお仕事行って、一応金曜日土曜日はちょっとお休みを申請していただいてこようと思っております。とりあえずまだ息子にも移ってないんですが、全国的に今インフルエンザすごく流行ってますので、ご視聴いただいている皆様も、体調管理には、くれぐれもお気をつけて、このインフルエンザを、乗り切っていただきたいと